チェロ、エンドピンを伸ばして演奏する楽器の例エンドピンは、チェロやコントラバス、バスクラリネット等の大型の楽器の底部にある床に立てて楽器を支える棒状の部品である。それがない小型の楽器でも、底部にある留め具のことをエンドピンと呼ぶものもある。エンドピンといえば、通常は大型の楽器に置いて床に突き立てて楽器を支える金属製の棒を指す。伸縮可能であり、 演奏者の身長などに合わせて調節する。チェロやコントラバスなどではエンドピンの全体を楽器の内部に収納できる。エンドピンは楽器を支えるほか、振動を床に伝えて響きを増幅させるという役割を持つ。床に突き立てるという特性上、先端が尖っているものが多いが、コントラバスのエンドピンの中には丸くなっているものも存在する。 この場合は、滑り止めのために、ゴム製のキャップを装着する。また、チェロなどのとがあった、エンドピンは床を傷つけてしまうが、これもキャップを用いるか、もしくは専用のストッパー等を床に置き、その上にエンドピンを突き立てることで、回避できる。しかし、キャップやストッパー等を用いた場合、床に振動を伝えることで得られる響きは減少する。エンドピンを用いる弦楽器としては、チェロ。 コントラバス、マンドローネ、ギタロンなどが、木管楽器では、コントラファット、バスクラリネットが挙げられる。チェロのエンドピンは、通常底面に垂直に刺さった、直線上の金属棒であるが、ポール・トルトリエは、途中で曲がった、トルトリエエンドピンを発明した。これを用いると、チェロを通常よりも水平に傾けて演奏することが、できる。普及したとまでは言えないが、 しばしば使用するチェリストが見受けられる。バイオリン、手前にエンドピンが確認できるバイオリンやビオラ、マンドリンなど小型の楽器においては、楽器のビブに開けられた穴に刺して、糸口止め板を固定する木製の止め具をエンドピンと呼ぶ。ありがとうございます。